新しいアルバムで皆さんにお届けできると思いますので、それまで待っていてくださいね。はい、ありがとうございます。そしてエピックの皆さんにもこちらはですね、ファンの皆さんがたくさんの思いを入れてくれたお守りが入っております。エピック長論のチョアハンガーバイキンとかいっぱい入ってます。こちらをパワーにしてください。じゃあ、伊達さん写真を撮りますので、はい、マイクをスタッフさんにお渡しください。じゃあ、真ん中に集まって、カウンテもあとに来てください。はい、よろしくお願いします。はい、では写真を撮ります。はい、オフィシャル写真です。はい、よろしくお願いします。こんにちは、シュエノです。よろしくお願いします。はい、改めてすいません、もうみんな分かってると思いますけど、自己紹介お願いできますか。はい、シュエノブルー、ベースのジョンシンです。ギターのジョンです。こんにちは、ヨマです。よろしくお願いします。はい、こんにちは、ミヨクです。はい、さあ、シュエノブルーの皆さん、ライブを終えた、日本でもね、ライブを終えたばかりですけど、今日は稽古です。そうですね、そうですね、稽古。フベたち、後輩たちもたくさん出てるわけですけれども、ちょっと先輩としてどんなかっこいいステージをちょっともう一発見せてやろうみたいな、ヨモさんお願いします。先輩、そうそうですけど、心は まだ若いから、はい、新人の感じでライブ準備しました。お、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなに先輩でもないんですよそんなに先輩まだまだでも風格あります。それだけね、日本でもね、ロックバンドとして着実に人気を重ねてきたシエヌブルーですけれども、これからぜひ日本でこんな活動していきたいということを、今日初めてシエヌブルーにあるファンの方もいらっしゃると思いますので、メッセージをお願いできますか。はい、 ありがとうございます。時間があったら、今ツアー中ですから、時間があったら来てください。ありがとうございます。はい、シエヌブルーはライブを見たらもう絶対惚れますんで、いや、もちろん CD を聴いても惚れますんで、何卒よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、さあ、それではですね、シエヌブルーの皆さんにもこちらでございます。もうね、たくさんの皆さん、ファンの皆さんから思いがこもったお守りです。おほう、ちょっと言いましょうか。武道館 2days 最高だったよ。ペンのリクエストを聞いてくれてありがとう。エンジェルもスイートホリデーもすごく嬉しかった。ソウルも楽しみにしてるね。ナオさん、はいはい、などなどたくさんメッセージがこもっているんですね。後からチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。はい、では、オフィシャルフォトを撮っていきますので、マイクをスタッフさんにお渡しください。いや、相変わらずシエヌブルーはかっこいいですね。では、オフィシャルフォト真ん中のカメラです、撮ります。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。じゃあステージ楽しみにしております。はい、シエヌブルーの皆さんでした。ありがとうございます。